皆さんこんにちは、今回はですね、藤沢里菜六段とキムンジ六段との杭州アジア大会国家代表評価戦のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。キム六段の黒番です。かかりまして、コスミに受けてかかってコスんで、で二間に開きました。そして三々に入りました。で桂馬にかけまして、ぶつかってまあ定石ですね。でこっちを切りまして、こっち当たり打ちましたね。まあこっち切る手もあるんですけれども、白の主張がいいですからこっち打つ手もあるんですけれども、まあこっちから打ちました。まあそんな評価値はそんな変わらないですね。当たり打って抜いて、そして継ぎました。ここで、まあかけまして、まあ手抜いてここでね、締まりました。まあこの模様をね、ちょっと大きくしていこうということです。で、ここで、ここに打ちまして、で、ここを受けて、まあこの辺の模様ですね。やっぱり黒はこの模様をまあ大きくしようということですね。で、白もまあここ大きいとこ行きまして、大場にね。で、黒もここに行って、この模様を広げてきましたね。まあちなみにこの手も人工知能の推奨手なんですけれども、で、まあここで、まあ、柔軟に、まあ、打ち込んできました。まあ、難しいところですね。こう、削減するのね。はい。まあ、打ち込む、こういう、こすむ、肩つきとかもあるんですけれども。そこでですね、ここにね、肩ついていきますね。これはもう、こう、伸びたら、こう、ぐっと伸びていってね、相手をね、ぺちゃんこにさせようということですね。はい。そういうことでしたから、ここでは、一件飛びましたね。はい、もう一件飛んで、まあ、柔軟に対応しました。で、ここで、まあ、こっち受けましたね。で、まあ、ここ、こすんで、この石をね、制しました。この石を制しましたね。で、まあ、ここでですね、攻めてきましたね。防止してね。で、まあ、覗きました。まあ、これはね、まあ、受けてくれたら、まあ、何かの足しになるだろうということですね。受けてくれたらね、ここ、ついでくれたら、はい。利かしだろうということです。まあここではね、もちろんね、受けな、まあ継ぐことはないですよね。はい。でまあ反発したんですけれども、でまあここでね、柔軟にこう肩ついていきました。はい。これちなみに人工知能推奨手ですね、ここはね。うん。で場合によってはこれ捨ててもいいってことですね。で伸びて一点飛んで、でここでつけてきましたね。つけてきではいい手ですね、なかなかね。はい、なかなかの手です。さあここでですね、まあ白はね下がったんですけれども、まあここはですね、まあ下がりましたけれども、まあ本手はですね、ここはこういうふうに打った方が良かったですね。まあこういったこう当たり打ってくるんですね。まあこういうふうにいってね、まあ抜いたらこういって、まあこれでまあ悪くないっていうことだったんですけれども、まあポン抜きは与えるけど、これも白も厚いから中央がね、これでまあそんな悪くないっていうことなんでだったんですけれども、まあ、ここで下がりましたのがちょっと問題だったみたいです。でこれはそうですね、ここでちょっと割り込まれるとちょっと困った感じはするんですよね。まあこっちから当たり打つしかないんですけれども、まあこう継いだ時にね、まあ、これ当たりを打つことはできないじゃないですか。これ当たり打ってこういった時、これこのままこう取られてしまいますので。これはダメですので、こういう風になるのは。ここはまあ、こう伸びるしかないんですけども、これはこういう風に行かれてね、まあこの三子がまあ取られるわけなんですよね。この三子をまあ、もちろんね、取られるのは、まあこっちも壁ができていいんですけど、ただ、この三子を取られると、こっちの隅の味がなくなるっていうのがありまして、まあこれでちょっと互角ぐらいだったんですけれども、ここでですね、下がった手がちょっと問題でしたね、黒は。ちょっと打ちすぎだったみたいです。で下がって、下がって、これ、ここ膨らまれて、ちょっとこれはあんまり良くなかったですね、黒。で、曲がって、まあ、ここ、膨らんでまた。で、これ受けて。これはそうです。これ破りましたけども、黒こっちね。まだ生きてないし。でかなり熱くなりましたので、中央が。これはちょっと黒が打ちすぎだったみたいですね。で、まあ、ここでね、一応ここ、桂馬に飛びまして、
まあ、これちょっと脅かしてますよね、この石はね。で、一間飛んだんですけれども、でこれ覗いてね、さあ、ここで覗いたときに、また相手がね、ここに行ったときにね、下がった手がまたね、面白い手で、でこれ受けないといけないんですけれども、こうやってね、出て、行かないといけないんですけれども、次が先手なんですね、またこれ。ついたときに、これ、こう出るのはこれ、取られてしまいますので、4子がね。これはまずいじゃないですか。まあ、実戦ではここついでね、飛べないじゃないですか。で、結局ここを曲がるしかないんですよね、これ。取られるので。これでまたですね、こう跳ねられて、これ非常に窮屈になりますね、この石が。で、まあ、一見飛ぶんですけれども、で、ここでね、ここ。まあ、覗いて、まあ、絡み止めですね、これはね。で、まあ、ここで、下がりましたね。まあ、こう下がった手は相手で受けますかっていうことだったんですけど、受けるかどうかっていうことだったんですけれども、まあ、ここで実戦は受けましたね。これ受けました。まあ、本手は受けずにこっちを取った方が良かったみたいなんですけれども、受けました。で、ここで一間飛びましたね。さあ、ここ一間飛びまして、ここでですね、こっちに飛びました。まあ、こっちを飛んで先手だろうと。いうことを言ってるんですよね。しかしここで黒がここをね、伸びましたね。この手がまあ良かったみたいですね、黒の。でこれに対してですね、まあちょっと勢いね、白もね、ここを打ってここを手抜かれたから、じゃあということでこういうふうに行きたいんですけども、こう言ってしまうと黒にここ滑られて、ちょっと先手でここ寄せられてしまうんですよ。生き死にがかかってますので、この石の。ですから、これはまずいんですけども、でも実戦、こういうふうに打ちたいですよね。でも、藤沢六段はここで、ここに打って我慢しましたね。はい、我慢しました。この我慢した手が、またね、人工知能の推奨手でしたね。はい、我慢した手がね。いや、ここで我慢できるのは、まあ、すごいんですけれども、はい、今日はなんか精神がね、今日はなんかすごく安定してたみたいですね、藤沢僕だね、非常に冷静でした。でここでまあここを飛びまして、この石をね、まあ、取りに来たっていう、取りに来てるわけですね、これね、はい、もうここ割られてもこれはもうしょうがないと、はい、いうことです。割られても生きないとダメだ、もうそっちで勝負しましたね。だからこの石を取りに行くことで黒は今勝負してますね。もう悪いので今で、ここでもう一点取りましたね。まあもう、だから黒はこの石を取れないとまずいですよね。もう今は。もう地でだいぶ相手に差つけられてますので。で、ここでつけましたね。ここでね。はい、つけてきて、まあ、取りに来てるんですけれども、跳ねて、まあ出て、当たり打って、で、つい、伸びて。さあ、ここでですね。ここに打ちました。まあ、この手の意味はですね、まあ、ここの割り込みを防ごうという手だと思うんですけれども、まあ、そういう手ですね、この手は。割り込んで結局この取られてしまいますので、割り込まれる。もう、でももちろんね、これ割り込まれた時に、この2子は取れるんですけれども、まあ、それをまあ、多分未然に防いだ手ですね。で、まあ、こう受けまして、で、ここでですね、こっちに打ちました。で、ここでまあ、これでまあ、受けたらまあ生きようということなんですけれども、さあここでまあここ受けまして、でここでね、こうつけた手がちょっとおかしかったですね。まあここはですね、まあ普通にこう当たり打ってね、こう打ってこういけば、まあこういうふうにいけばね、これでもうほぼ眼形豊富で生きじゃないですか。こう下がってて、これでもうほぼ生きでしょ、これで。眼形が多いだったんですけれども、ここにつけてこの当てを打てなかったんですよね。どうも藤沢六段はこの石がまだ活力があると見て、ここで当てて捨ててしまうのはもったいないということで保留したんですけれども、でこう打ちまして、まあここでもまだチャンスがあったんですよ。当てを打つね、あったんですね。ここで下がってしまったのがこれが問題で、ここでですね、相手にここでぐずまれて、これでちょっと
怪しいんですよね。で、これ切られるので、ここ受けるしかないんですけれども、これで、一気に黒が、やや優勢になってしまいましたね。はい。逆転されてしまいました、ここで、一気に。で、この当てを保留したせいで、こうなっちゃったんですけれども、で、この後、で、ここつけられて、これでですね、これ受けないといけないんですけれども、こうやって、これでですね、当たり打たれて、これ先手ですよね。先手で目を奪われてしまったんですよ、ここの。これで、この石はもう二眼がないんですよね。しかも先手で目を奪われてますので、これが相当痛かったですね。で、これでもう一気に互角になってしまいました。で、ここ。まあ、これはまあ、まあ、ここ打つ必要ないんですけれども、あんまりこういうのはね、こうやって受けるのは、コウ立てがなくしますので、あんまり得じゃないんですけど、まあ、打ちました、こうやって。で、こう打ちまして。で、ここでね、黒が、まあ、出たんですよね。まあ、こう出るのは別にいいんですけれども、押さえて、こう、切った手が、ちょっとどうだったかなと、打ちすぎなんじゃないかなっていうね、気がするんですよね。で、実戦駆けついで、頑張りましたね、藤沢六段は。もうちょっとここでちょっとミスったので、はっきり言って。頑張ってこう駆けつきました。で、当たり打ってこう行って、で、当たり打ってこう伸びて、で、黒もこう駆けついだんですけれども、で、伸びて、さあこう伸びたとき、この石とこの石の攻め合いは、今は、こっち白のが長いですし、逃げたら、これ逆に取られますので、どうするかなと思ったんですけれども、ここでこっちに一軒飛んで、これ生かしに来たんですよね。で、白にここに打たれて、この2目が取られてしまったんですよ。もちろんこの石はね、生きると思います。ぐっとね、出ていったら。ただ、これによって、さっきはここの中央が非常に黒が厚かったんですけれども、これ今、ここで白がね、取りまして2目を、白がちょっと厚くなってしまって、ちょっと中央が消えてしまったんですよね。これがね、問題でした。だから、部分的には得してるんですけれども、全体として損してるっていう。そういうことですね。で、これで伸びて、出て、伸びて。で、ここで、一軒取りました。で、押さえて、伸びて。これ先手ですね。切られますので。で、ここでまた、一気にね、白がね、優勢っていうか、勝勢になりましたね。これでまた。まあ、ここで下がりまして、で、ここで、ここ、当たりを打ちましたね。この当たり打った手は、まあ、どういう意味かって言ったら、もともとここに押さえが来たら、これ、先手なので、ここに目ができるんですよね。当たり打って、ここに打ったら二眼で生きたんですけど、その手をなくした手です。この手はね。この中で生きる手をなくした手なんですけれども、ただちょっと問題があったのは、こっちにちょっと空いてますので、ここ。空間がここから脱出される可能性があるんですよね。で、まあ跳ねて押さえて、で、かけつぎました。で、出て、で、跳ねて押さえて、ついで、そしてもうこれここに行って打たれたら取られる、生きてしまうので、これ取りに来たんですよね、これ。はい、損してでも。で、2人打って、ここに打って、一応ね、目はできないですね、白もね。で、こっちの押さえが先手ですから、渡りがあって。一応この黒は生きてはいます。かなりでも損してますからね、地では。黒はね。もうこれ取るしかないですからね。で、まあ、ここに打ちまして、これも先手ですね。で、ここ、まあ、押さえまして、で、出て、伸びて、当たり打って、抜いて、こうつけて、ぶつかって、で、まあ、こう下がりました。で、まあ、この石との攻め合いっていうのもあるんですけれども、まあ、こう一応受けまして、で、ここでですね、ここ飛びました。まあ、そうですね、切っていくのは、一応この石が、ちょっと生きているんですよね、実は。
こっちに一眼が確実にあるので生きているので、まあ、ちょっと攻め合いは難しいと見てここに、脱出を試みましたね。さあ問題はこの石脱出できるかどうなのかなんですけれど、もちろんね評価値はもちろん白が圧倒的に優勢なんですけれども、取られたらダメですから、このこれ取られてないっていう前提のあの評価値ですからね。でこうつけてきましたね。でこれここで、ぶつかりました。でまあ目を取りに来ましたね。これはね目を取りに来て抜いて、でここで一件取りました。あ桂馬に打ちました。でここでここつけましたね。まあ実はここではですね、まあここにぶつかれば一応しのぎはあったみたいなんですけれども、でまあここでまあこう伸びるのはこういってこういってこういくとここに目ができますので、一眼でこの辺がちょっと気持ち悪いので、まあちょっとここに目ができて、こっちにもなんか目ができて、ちょっと実はこれでもまあ生きてはいたみたいです。こういう感じで打ってばね、しのぎがあったみたいです。しかしここでねもう秒読みになってたんですね、藤沢六段で。ここでちょっと見えなかったみたいですね。こうつけましたね。でつけてぶつかってこう押さえて当たり打って伸びてね、これは結局コウにしました。ちょっとそばコウが結構あるので白にね、まあコウにしたっていうことで抜きまして、まあこれでコウにしました。で伸びて伸びて、でここでですねここに打ちましたね。ここに打ちました。まあこの石はちょっと狙っているんですよ、ね、つつまたこっちもなちょっと薄いので、こっち石が来たので、まあ補強しつつということですね。でまあここでですね切りましたね。切りました。でここで切りましたね。まあ生きないといけないですね、黒は今度ね。ここでここに打ちまして、でついでで駆けついで、ここでまあこっちに一眼とこっちに一眼で行きましたね。でまあぶつかって、まあこれはコウ立てとしては損なんですけれども、まあ多分読めなかったんでしょう。伸びてそして曲がりました。でここでここを守りましたね。でここはここをこの辺打たないとこれは非常に味が悪いので、まあ、受けたんですけれどもね、まあここではただまあここではねこういうふうに受けるのが良かったみたいなんですけれども、ここではね藤沢さんもちょっとこの辺では非常にしっかり読めてないという感じですね。まあそれはいいとして、まあこう受けまして、で当たり打ってまあここ押さえて一応まあこれでいきましたね。でここの間でここをつけましたね。この手はですね何かの時にこの石を死なないようにここで効かしておこうということですね。まあ実戦見たら分かるんですね。こういってこう打って当たり打って、この当てが先手になってこうやって生きる手がありますので、それを見てます。それをこの忙しい最中にやっておきましたね。こっちがね遮断される可能性もありますので、なかなか良い周到だと思います。はい、でここで、まあ、抜きまして、出て押さえて、で切りましたね。で切った手は、まあ、勝負手ですね。これはね、はい、もう今悪いですから、これ取らないと負けですから黒はね。でここでですね、さあここ一件飛んだ手がこれ疑問手でしたね。さあここではですね、もう今はこの石生きたら勝ちなんですよね。だからこうではなくてここではね、こっちから当たりを打つべきだったみたいです。でまあ伸びたら、まあこういって、まあこう擦んだらここ駆けついでおいて、ね、ここを連絡しておけば、まあこっちのとも連絡を図れるので、これでまあこれは別に捨ててもね、この2目を取られても、これはこれでね、どうってことなかったみたいです、はい。こっちが今重要だったみたいなんですけれども、しかしここで一件飛んだ手が問題で、しかもこの後、こう伸びた時に、この位置を取った手が、これが問題でした。はい。これが非常に問題で、これで、これがね、ちょっとこの石もまだはっきり生きてないし、この石生きてないじゃないですか。ちょっとね、これ絡まれる恐れが出てきたんですよ、これ。
非常にやばい状況なんですけれども今で、まあここでまあ抜きまして、まあこれは先手ですね。でこう打ってここを継ぎまして、で抜いて、でここで覗きまして、まあこれも継がざるを得ないですね。これね、継ぎまして抜いて、まあこれもあのコウ立てですね。引きまして抜いて、でここでですね、ここに打ったんですけれども、これがちょっと問題だったみたいです。キム六段ももう秒読みなんですよね、お互い。ですから正確にはもう打てない、そういう状況でした、お互い。さあ、まあ本来はここではね、まあこの辺にね、ここではね、この辺にこういう感じで打って、ちょっと事前工作をしないといけなかったんですけれども、これ取りに行く前にね、こっちと絡み攻めにして、この辺を事前工作をしないといけなかったんですけれども、それをせずに、まあ、直接こうやって取りに行ったのが問題でしたね。さあここでですね、まあここもちろん引きまして、抜きまして、でコウ立て打ちまして、まあこれは抑えるしかないですね。抜いて継いで、で継ぎまして、これでね、どうもね、この石がね、ちょっとね、あの息っぽいんですよね。ただ一手間違えたら、これあのまたあのね、死んでしまいますので、一手も間違えられない状況ですよ。でここでですね、黒が伸びたんですけれどもね、遮断するために伸びたんですけど、これがねちょっと問題でした、はい、これも問題でした。さあここではね、藤沢六段は手を見てましたね。ここ行ってですね、こう打って、こう行って押さえるしかないんですが、当たり打って伸びて下がって、これで今度石これ取らないといけないですね。これが取られてしまいますので、でこれ受けないといけないんですけど、まあこっちで受けましたね。こっちで受けました。こっちでこう受けて、で これも一応打ちました。これ先手ですね。で結局ここで受けましたね。ここで受けまして、そして下がって、結局まあこれ受けたんですけども、これね。でここに打ってこれでしのぎましたね。ちなみにここでですね、ここではなくて一個隣のここに行ってたら、これはどうなるか分かんなかったみたいです。下手したら取られたかもしれません。ここ行ってたら、そらここに行かれて、で、まあこれ、行きないといけないですから、こう行って、で、ここに行ったら、これは危ないかもしれませんね、こう行って。はい。取られる可能性がありますね。まあ、ここでですから、結局、まあ、勝負は決まったわけなんですけれども、まあ、ここでね、まあ、これ抜いて、これは今度はもう継ぎますね。はい、継いで、下がったんですけれども、まあ、抑えて、で、飛んで、で、ここ付けた手がまたいい手ですね、これね、ここ。まあ、これはですね、まあ、これは一応先手なんですけれども、こういうふうにね、取らないといけない。ここでですね、まあ、こう逃げたら、こういって、こういって、これで、これで、この石が下駄だということですね。はい。そういうことです。なかなかいい手でした、ここでね。で、結局黒はここでこっち跳ねまして、で、ここに打ちまして、もうこの石は完全に取りましたので、これでですね、もうあの、白は勝ちましたね。はい。もう完全にこの石はもう取られましたので、で、この後何手か打たれましたけれども、結局、まあ、ここまで打たれまして、黒のキム六段がね、投了しました。はい、以上です。